はい、現在は訪日する外国官邸や外国高官の受け入れに関する業務調整を担当しています。訪日官邸の受け入れに関する業務では、外国官邸が海事基地等の日本の港に入港する際に事前に必要となる調整について、外国官邸および大使館の担当者と入港先の各地方総監部等の調整を仲介する業務を担当しています。また訪日外国高官の受け入れに関する業務については、先方の司令部や大使館と実際に受け入れを実施する海事の司令部部隊の調整を仲介する業務を担当しています。受け入れを担当した外国人から感謝されたり、担当した案件が先方の公式 SNS 等で紹介されて特に高評価を得られているのを見ると、頑張った甲斐があったなと実感します。そうですね、官邸勤務の交流と海爆障害班の交流では自分の立場、責任の重さが違うと考えます。官邸では基本的に一隻の官邸の乗員として、官と官の関係向上および意思疎通を目指して交流しています。一方海爆では海事として相手国との関係を深め、相互理解の促進を目指して交流しますので、そこが違うところだと思います。やはり海事と外国との交流の最前線で仕事ができることです。普段接することのない人々と交流したり、部隊では任されることのないような規模の大きい業務を担当させてもらいます。また自分が担当する業務の出来がそのまま外国からの日本海事への印象や友好関係に直結するため、業務が成功裏に終わった時の達成感はとても大きいです。受け入れの現場において国や部隊を代表して感謝されることもあり、非常にやりがいを感じています。小平学校では現場担当者レベルの英語による業務調整を円滑に実施できる通訳者を育成する教育を受けました。現在の業務において外国部隊大使館との業務調整や研修のアテンドをする際の通訳業務等で、教育で学んだ語学力と精神力を生かされております。また入校当時は家庭唯一の海事隊員として約20名の陸自隊員と寝食を共にし、約5ヶ月間起床から就寝まで英語漬けの日々を送っていましたんですが、陸自の各部隊から集結した優秀な隊員と共に語学に励むことはとてもいい刺激になりましたし、何より陸上自衛隊を知るいいきっかけとなりました。その時の同期とは今でも連絡を取っています。職場の雰囲気はとても明るいです。障害班に限りませんが、業務の支障となるような、自衛隊らしい硬さといったものはありません。職場の風通しもよく、班員同士で率直に意見交換をしながら日々殺到する業務を効率的に処理しています。班員は全部で9名ですが、女性の方が多い班ですね。班内の公用語、これはもう日本語です。ただどういう表現、英語表現ですね、どういう英語表現を使った方がいいかというような話題になると英語は飛び交うことがあります。はい、学生時代に就職活動をする上で重要視したものが3つあります。それは国防安全保障に関する仕事であること、国際的に活躍する機会があること、そして、人生をかける価値のある誇りの持てる仕事であることでした。それらに最も合致する職業は幹部海上自衛官であると考えたため志願しました。就職から5年ほど経ちましたが、自分の選択は間違っていなかったと実感しております。
入隊後は、艦艇幹部となり、船乗りとしての基礎知識、技能を習得するためにこれまで4隻の艦艇において勤務してきました。稲妻での遠洋航海や瀬戸切での派遣海賊対処行動と長期間の海外派遣任務を多く経験させてもらい、どの配置も非常にやりがいがあったため今でも印象に残っています。その中でも、当時最新のイージス艦であったアタゴに乗艦し、ハワイで実施した弾道ミサイル迎撃訓練のことが印象に残っています。艦の総力を結集して重大な任務を成功させることの偉大さに感動しました。またこの間約2ヶ月間パールハーバーにいたのですが、毎日のように英語を使用して米海軍と仕事ができたことも非常にいい経験となりました。艦艇部隊と陸上部隊をそれぞれ経験することで組織に関する視野が広がり、仕事への理解がより深まることがメリットであると思います。さらに教育機関は多忙な部隊勤務から離れて知識・技能の習得に専念できる環境であるため、今後の部隊勤務でさらに能力を発揮できるようになれることがメリットであると考えます。一般幹部構成採用の場合、定年までに上官できる艦艇の数はそれほど多くありません。限られた機会を最大限に活用して艦艇幹部としての知識・技能を身につけなければならないため、艦艇に乗ることはとても貴重な機会となっております。今後はさらに諸外国の軍人との有機的なつながりや深い絆が地域の安定と平和のために大切になると考えます。海上・陸上部隊を問わず、海自と諸外国軍人との接点となる場所において、相互理解の促進、相互運用性の向上に貢献できるような仕事ができればなと思っております。海上自衛隊は語学力や国際的な視野の広さを活用し活躍する場に満ちており、今後さらにその活躍の場は広がっていくと思います。自分の能力を駆使して仕事がしたい、さらには国家の安全保障や地域の平和維持に貢献したいと考える方には最適の職場であると考えます。海上自衛隊で皆様と共に働けることを楽しみにしております。